今回はですね、エープムーブのペット機能とは何なのかについて簡潔にまとめていきたいと思います。現在が8月19日の1時44分、夜中の1時44分です。現時点で分かっている情報となりますので、ここからまた変更があるかもしれません。ではまず、ペットとは何をしてくれる存在なのかに関してなんですが、こちらのペット NFT はですね、エープムーブのウォレットに入れておくだけで、エープムーブのガバナンストークンであるベープを獲得してくれるようになります。その獲得方法に関しては、まだ少し不透明な部分があります。こちらは2パターン考えられて、まず1つ目が、ウォレットに入れておくだけで自動でベープを獲得してくれる。そして2つ目が、ウォレットにペット NFT を入れておくだけで、歩いてエープを獲得するときに、ベープも同時に獲得してくれる。今はこの2パターンが考えられます。そしてこのペットには、レアリティがありまして、コモン、レア、ユニーク、エピック、ミシック、レジェンダリーと6つのレアリティがあります。そしてペット NFT にはハッシュパワー、HP が備えられています。これはレアリティによって数値が違っていきます。コモンなら1、レアなら2、ユニークなら3、エピックなら10から40、ミシックなら50から120、レジェンダリーはまだ公開されていません。おそらく200以上ではないかと言われています。そしてこの HP とは何なのかに関してなんですが、この HP の量によって獲得できるベープの量が決まります。HP が多い方がベープ獲得量も多くなります。そして HP にはもう一つ重要な役割がありまして、このエープムーブの世界全体、ここではエープファームと呼ぶんですが、エープファームの中にいるすべてのユーザーのペット NFT の総 HP によって、でエープファーム全体に投下されるベープ獲得量が変わっていきます。総 HP が多いほど全体に投下されるベープ獲得量も多くなります。つまりユーザーがペット NFT を持てば持つほど全体の総 HP は膨れ上がっていき、みんなが獲得するベープ獲得量も多くなっていくということになります。ここの分配やそれがどういった計算式になるのかというのはまだ発表されていません。今後発表があるそうです。そしてこのペットにはもう一つ機能がありまして、上位のペットは下位のペットを食べて成長するという機能があります。ユニーク以上のペット、つまりエピック、ミシック、レジェンダリーのペット NFT はコモン、レア、ユニークのペット NFT を食べることでレベルが上がり、ステータスも上がります。現時点で分かっているのは HP というステータスだけですので、こちらが上昇することと思われます。ここまでがペットの概要となります。次はペットの手に入れ方なんですが、2つあります。まずマーケットプレイスで買うという方法があります。このペット NFT は NFT ですので、エープムーブのマーケットプレイスにて売買が可能となります。まず一つ目がマーケットプレイスで買うですね。そして二つ目は歩いて入手するという方法です。この歩いて入手するためには、まずレアのレベル10の靴が一足必要になります。最低でもレアのレベル10の靴が必要になります。理由は最低でもエネルギーが3必要だからです。このエネルギー3を確保するためには、最低でもレアのレベル10の靴が必要になります。そして、その靴でエネルギー3を一度に消費する。そうすると、この図のような鍵が手に入ります。そして図のように鍵をですね、集めていって、一定数に達した時に、このように宝箱が登場します。そして、この宝箱を開けるためには、エープとベープが必要になりますので、エープとベープを使用して宝箱を開けます。そうすると、中からペットの卵が出てきます。エープファームエッグというものですね。こちらは宝箱を開けた時点では、アプリ側のインベントリーに入るようになっています。エープファームエッグは、アプリ側のインベントリーでは開くことができないので、ウォレットに転送します。そして転送後、開くことでペット NFT が手に入ります。そしてこのペット NFT がウォレットにあることで、いよいよベープが稼げるようになっていくということになります。ペット NFT の手に入れ方のおさらいですが、まずはエネルギー3を確保する。レアの靴ならレベル10が一足。そしてエネルギー3を一度に消費して鍵を1個手に入れる。この鍵が一定量になると宝箱が登場し、その宝箱を鍵、エープ、ベープを使って開封。
そこから卵を入手し、卵をウォレットに送ることでペット NFT を開くことができます。エネルギー3で鍵が1個と言いましたが、これはエネルギー6なら鍵が2個、エネルギー9なら鍵が3個と、エネルギー3ごとに鍵が1個ずつもらえていくということになります。そしてレベル30の靴の場合はですね、エネルギーが3であっても鍵が3個から5個もらえるという情報もありました。このあたりはまだ調整中のようですが、レベル30は優遇される可能性があります。あと補足として、ペットの HP にはボーナスシステムがあります。ペットを100体集めると100体の HP に対して 20% のボーナス、300体を手に入れるとその HP に対して 40% のボーナスがつきます。なのでユーザーがですね、100体300体と集める人が多くなればなるほどボーナスがつき、ベープ獲得量も大幅に増えていくということになります。以上がですね、ペットの概要、ペットの手に入れ方についての説明でした。まだここから変更がある可能性もありますし、すべて情報ができていないので僕の解釈が違う部分もあるかもしれません。9割方は今の説明のような形になると思いますので、参考にしてみてください。もしわからないことがあればコメント欄で質問をお待ちしております。というわけで今回の動画は以上にしたいと思います。それではまた次の動画で。